装備大破。通常通信システム敵反応多数確認。見ればわかるよ。敵の破壊を確認。いや。これが目標大型兵器。危険。当該敵は目標ではない。速やかな排除を推進。簡単に言う。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2B さんですね。僕は 9S です。了解。この違う。じゃ、僕は分かった。Thank you.
トゥービーさん。何？事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。スキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。あ、すみません。それと3はつけなくて。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました。トゥービー。人類の兵器工場だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。
3からニュースへ機材移動中。作業班速度は25番速度。何？旧世界のデータを使って適当なことを喋ってるんです。機械生命体のやることに意味なんかないですよ。分かってる。一通り工場を探索したけど、目標らしき兵器は発見できず。もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。あれは、ああ、鳥ですか。環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが、移動してみましょうか。しかし、司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。どうかな。
倒せばいい。超大型兵器発見。これが目標の超大型兵器。破壊する。援護します。
ング開始します。司令部への応援要請。妨害電波によって通信は不可能。バイタル低下はこの場での応急処置を止めること。うるさい、いいから出して。トゥービー言って。黙って。僕たちは兵士です。その戦いに誇りを。装備 HO-229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲。 2B の承認を求む。お願い。
地獄。強引な戦い方ですね。ドゥービーは本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。そんな、なかなかうまくはいかないみたいですね。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。神聖ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。射程を許可します。トゥービー、あなたと共に戦えて光栄でした。私も。